宮崎監督の最近の言葉というか声というかですねこの公開前にしたな何か,か語っていらっしゃることをちょっと少しだけ教えてコメントというかですねどういうことを公開前に思っていらっしゃる発言をされてるかとかちょっとはいじゃあ答えます宣伝なくて大丈夫かな <laughs> <laughs> 本当に言ってます心配になってきたって <laughs> 鈴木さん信じるよと言いつつ心配だなこれです、まあ、僕自身がね あの今更お前は何を言うんだと言われるかもしれないけれどかなり宣伝の中で作品の内容を伝えてきた方だと思うんですよでその後いろんな作品を見てたら頭からケツまでいろんな情報が出過ぎちゃってるってことがね僕もしかしたら映画をね見る方のその興味をなんていうのかな少しそいでるそんな気がしてたんですよね。だとしたら最初のうちはね通り一遍の宣伝だけやってね それ以上のことをやらないそのぐらいにとどめようと思ってたんですけれどなんかいろいろ考えてるうちにね一切宣伝がなかったら皆さんどう思うんだろうってと考えてみたんですねで僕のこれ僕の考えですよ多分もしかしたらこれだけ情報の時代、ね、情報がないことがもしかしたらエンターテインメントになるそんな風に考えさせていただいたんですよねこれでこれでがねううまくいくいかかどうかは に関してはやっぱり,分か,りません本当に分かんないんだけれど僕としてはそれを信じてやるということで今やってるところです。